ゴードン様は真実だけを語るお方。ここには全国の子供たちからなぜ何という悩める声が毎日届きます。ゴードン様、またまた悩めるお手紙です。オッケー、読んでみるがよい。茨城県アサリさんからです。ゴードン様はいつも顔だけしか見えません。体はどうなっているのか見せてください。ゴードン様、なんで？さっきオッケーって言ったじゃないですか。なんか、またそれ？答えてください。ノン、ノンコメ、ノン。え、ちょっと、ゴードン様、どうしたんですか？なんで？うわぁ！なんだか騒がしいわね。ちなみに、このチラシにもノーって書いてあるわよ。ん？ GMO にノーって書いてある。前に聞いたことがあるような。何だったかな。この人に聞くのが一番早いわね。こんにちは。パルシステムは明日のことを考えて遺伝子組み換え作物にはっきりノーを示しています。なぜなら遺伝子を組み換えたものを長年にわたって家族みんなが食べ続けると将来にどんな影響があるかわからないからです。なんかちょっとわかる気がする。この間一途に頑張る生産者さんに会ったでしょ。日本には遺伝子組み換えに頼らず努力している人がまだまだいっぱいいるのよ。でもそれって大変なんでしょ？そうなんです。だからパルシステムはそんな生産者さんたちの商品を積極的に利用することで応援しています。そうなので、みんなが選びやすいようにしたマークがあるのよ。マーク？パルシステムでは全てに遺伝子組み換え原料を使っていない商品には GMO 不使用というマークを、お手元に届くまでの段階で遺伝子組み換え原料が混ざらないように管理された商品には GMO に NO という青いマークを、牛や鶏の餌に遺伝子組み換えの作物が混ざらないように管理した牛乳や卵、鶏肉などは緑のマークを表示しています。あなたも周りに流されず自分の強い気持ちでちゃんと選べる大人になりなさいね。期待してるわよ。やっぱり自分自身で考えて違うと思うものにははっきりノーって言わないと。イエス、その通り。で、一つだけ疑問なんですけど、ノーの前の GMO って何でしたっけ？振り出しに戻れ。アイアイさん、遺伝子組み換えってやっぱりまだちょっと難しいな。でも子供も大人も考え続けることが大事って先生が言ってたよね。だからきっとまたどこかで。バイバイ。